現代の音楽。本日の担当は私、西村晃です。現代の音楽、私西村が担当する回は日本の現代音楽、現代の作曲の流れですね、これを NHK に保管されておりますテープなどを用いながら紹介させていただいております。で、その最初のシリーズと申しますか、ただいまはですね、NHK の電子音楽スタジオで制作された作品を紹介させていただいております。これまでに電子音楽スタジオの創世記の作品などもご紹介いたしましたが、今日はですね、1970年前後に作られました2つの、電子音楽作品をお聞きいただきたいと思います。いずれも NHK の電子音楽スタジオで制作されたものです。その2つの作品と申しますのは、まず一柳俊さんの東京1969という作品です。そして2つ目は小杉武久さんのキャッチウェーブ71という作品です。まずお聞きいただきたいのはこの一柳俊さんの東京1969という作品ですが、これは発表されました当時大変に大きな話題を呼んだ作品です。時代を映した作品とでも申しましょうか。よくその優れた音楽作品というのはそれぞれそれが生み出された時代を映し出すものだということが言われますけれども、この作品などはその典型ではないかと思うんですね。1969年、私は当時、高校生になったばかりだったと思うんですね。あるいは中学3年生でしたかね。大阪に住んでおりましてですね、翌70年に大阪万博が開かれるということで、それに向かって、大阪は大変盛り上がっておりましてですね、その芸術文化の面でもですね、大変いろんな活動が大阪で展開されておりました。で、私はそういう波の中で大変刺激を受けて、現代芸術、現代音楽に対する興味をですね、ますます高めていったというような時期だったんですが、そうした時代、何か今思い出しましても、こう日本全体が非常にこう熱気をはらんでいて、いろいろな問題や事件がたくさん起こるわけなんですけども、なんかテンションが国民全体として高いというような、時代だったんではないかなと思いますし、またその、芸術の創造的な活動においてもですね、実験的前衛的な運動が盛んにこう行われておりまして、作曲の分野ではこれは東京ですが、クロストークというようなですね、現代音楽祭、これはもう非常にこう重要な作品を生み出したりもしておりました。とにかく面白い時代と言っちゃちょっと言葉が違うかも分かりませんが、刺激的な時代だったなという感じはいたしますね。それではまずですね、この一柳俊さんの東京1969をお聞きいただきたいと思います。いろんなものが引用してですね、後半なんかこう万華鏡のような世界になるんですけども、なんかすごくインパクトのある作品です。ではまずこれをお聞きいただきましょう。一柳俊作曲、東京1969です。嫌な野郎だね、ベラ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 お世辞言いやがって。蕎麦屋にあんまりお世辞使うから食い逃げじゃねえかと思ったら全員払ってきやったね。払ってくならあんなお世辞言うことはねえじゃねえ。ひふみよいつむななや、あいつここで東京来た。蕎麦屋さん何匹だ。Территории Южного Вьетнама. Далее автор подчеркивает, что сохранение территориальной целостности и суверенитета Южного Вьетнама путем устранения вмешательства агрессоров с севера в Южный Вьетнам. Говоря в интервью по телевидению в воскресенье, Клиффорд заявил, что отозвание предполагается в надежде на то, что южно-вьетнамские силы возьмут на себя большую роль в войне, и американско-северо-вьетнамские переговоры в Париже будут более продуктивными.
Während der morgen beginnenden dreitägigen Arbeitstagung werden Fragen aus Politik, Wirtschaft und Kultur zur Sprache kommen. Hauptthemen sind die japanisch-national-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen, die Lage in Asien angesichts des Vietnamkonflikts und ähnliches mehr. Die japanische Delegation ist vor allem an einem frühen Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung zwischen Formosa und Japan interessiert.
Thank you.
launch condition? Affirmative. Missile in internal DC? Affirmative. Pressurization complete? Affirmative.一柳俊作曲の東京1969でした、NHK の電子音楽スタジオで、制作された作品なんですね。まあ先ほどその時代を映した作品というようなことを申し上げましたが、まあ冒頭こう落語から始まりまして、驚かれた方もいらっしゃると思うんですけど、それから演歌ですね、はっきりとした、まあ、引用ですね、やるぞ見て俺口には出さずという、まあ一柳さんがなぜこの演歌を選ばれたかどうかわからないんですけど、なんかこの演歌の歌詞なんていうのは当時の日本人がそれぞれの立場でこう、胸に、秘めていた、まあ熱意とでも言いますかね、まあ高度成長の日本という中で、まあ日本人の高揚感というのかな、向上心と言ってもいいし、しかしまたこの時代はそのいろいろこの破壊的なですね、エネルギーというのも同時に生じて、例えば学生運動なんていうのありましたね、私はその運動に参加した世代よりは下の世代にちょっと下なんですね。でまあ高校などで、大阪の高校でしたが授業を受けておりますと、突然ガラスの割れる音がして、どこかのですね大学だろうと思われますが、あるいは高校かな、そういうか学生運動の、まあ、棒を持ってこう顔に手ぬぐいを巻いてヘルメットかぶった何人もの集団がその校長室や教頭室を襲ったりしてですね、大変驚いたことがありますけれど、まあ立て看があったりとか大学のロックアウトがあったりとか、まあそういうのはあるわけですね。それからまあ目を海外に転じるとやっぱり大きな出来事としてはこのベトナム戦争というのがありましたね。ベトナム戦争、これは日本でもこの反対運動等ですねいろいろと行われましたし、またこのアポロ11号がその月面着陸して石を持ち帰ってくるとかですね、まあ、いろんなことがあったわけです。まあそういう時代の雰囲気というのが、まあ一柳さんはその時代をそのまま映すというご意図ではなくて、むしろの最後のところのその演歌がこう一期一会ちょっとコミカルに変質して出てきますけども、あのあたりを聞いてもですね、何か一種こう冷めた目で、またあるいは批判的な目で時代を捉えてらっしゃったのかなとも思います。いずれにしろこの時代ならではの優れた電子音楽作品だと思いますね。まあそれで万博ということになるわけですが、まあここではですね、人類の進歩と調和というテーマでしたかね、現代の芸術しかも実験的なもの、そういったところにですね、このテーマに沿って大きな関心が集まりまして、パビリオンという、まあ、展示館ですね、の中でいろいろなその音楽イベントや作品の紹介があったわけで、日本の当時の、まあ、中堅世代というか、非常にこうアクティブな作曲家の方たちがそれぞれのパビリオンをで、こう仕事をされて、斬新な作品が生み出されていったわけです。
まあ、私も大阪におりましたので、このたびたびそういったところに通ってとても大きな刺激を受けましたね。例えば鉄鋼館なんていうところでは、こうレーザー光線が音楽と連動して回ってきて、光が目に入ると危ないんじゃないかと思って、もうこう避けながら聞いてましたけど、私だけじゃなくてみんなそうしてましたね。とかですね、西ドイツ館ですかね、当時の西ドイツ の、 あのパビリオンはこう、円形の巨大なドームが最後のところにありましてね、壁に何百個ものこうスピーカーが埋められていて、シュトックハウゼン の、 この空間音楽というものを実現するというような装置がね、こう作られていたり、すごいもんでしたね。まあしかし、その万博も終わってしまえば、まあほとんど跡形もなくですね、あの千里丘陵は、元へ戻ってですね、なんか本当、なにわのことは夢のまた夢みたいな感じで、僕はとても寂しい思いをして、まあ、その後東京へ、出ることになったわけですが、すいません、自分のことばかり申しまして、しかしまあ本当に今の作品を聞きながらその時代を思い出しました。それでは次の作品ですね、その2年後の71年の作品ということですかね、小杉武久さんのキャッチウェーブ71です。キャッチウェーブという名前の作品、まあ、小杉武久さんはこれをですね、一つの自分の重要なコンセプトとして捉えられていて、いろんな試みをこのタイトルのもとにされているようですね。まあ、ウェーブというのは波ですね、波動。まあ、波というものにはいろんな、まあ、波があるわけですね。海の波もあれば、いわゆる光の波のようなね、ものもあれば、まあ、電子音響も波、波動の一つですね。聞こえる波、聞こえない波、いろいろとあるわけなんですけれど、小杉さんはこの波という、まあ、コンセプトというのかな、それを通して何かその、人間と自然や宇宙、こういったものの、まあ、共存する世界を描き出そうとされたのかもしれませんですね。この作品ではそのこれはちょっと、小杉さん自身のお話によるわけなんですけども、波の音を録音してバックに流していて、波の音の強弱によって電圧が変わってテープの回転数が変わる装置を NHK の技術スタッフに作らせて、この作品が生まれたということなんですね。で、音源としては他に、小杉さん自身がお弾きになったバイオリン、それから声ですね、これは日本語だけじゃなくていくつかの国の言葉が用いられているということですが、で、この声の指示によって、例えば波、上昇、下降なんていうですね、そういう声の指示によってバイオリンの音程を変えるなどしてですね、それぞれの要素がお互いに影響し合うようになっている。まあこの世界というのはいろいろなこう波に満ち満ちていて、まあ、この宇宙全体が一つの生き物だとすれば、その中にはもう無数の波があると。人間が発する波もあるし、まあ人間の存在自体も何かこう波動的に揺れてるようにもう私は思うんですけれども、この波というコンセプト、とても興味深いと思いますね。それではですね、小杉武久さんのキャッチウェーブ71をお聞きください。West. Thank you.
heavy weight. Or catch wave. Thank you.
Flying in the sky. Light the wings. Jack.
north.小杉武久作曲のキャッチウェーブ71でした。まあ人間の声を含めたさまざまな波がこう更新し合うような、とてもファンタジックな魅力を持った作品だと思いますね。小杉武久さん、まあもちろんそのよくご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、そのご活動歴はですね、日本の作曲家の中でも特にユニークであると思います。
少し、紹介してみたいんですが、小杉さんのお生まれは1938年でして、なんですがその中学生の頃にその理科の実験で鉱石ラジオを組み立ててですね、まあああいうラジオこうノイズがこう混じってこう音が聞こえてくるわけですが、そういう電気的な音に魅せられまして、まあオーケストラとかですね、普通のこう楽器の音楽とは違う何か、そういう音響の世界というものに目覚められたようですね。で東京芸大の学理科に入学されてからはそのいわゆる電子音楽や、ミュージックコンクレートへと関心を広げられですね、テープレコーダーを使った作品などをお作りになったようです。でその後ですね、まあほとんど同時期かな、音楽におけるこの即興演奏即興の問題にも、関心を持たれましてですね、まあ日本楽史上有名ですがそのグループ音楽という、まあ即興音楽集団ですかね、これを、何人かの同志と結成されています。まあ一種美術でいうダダイスム的な要素を持つこのグループとして注目を集めたわけですね。でそしてまあ先ほどのその、まあ電気的な音楽というものへの関心を深められて、そしてまあ本日こう聴いていただきましたですね、キャッチウェーブ、まあ波というコンセプトに至られるということなんですね。でまたこの一方ですね、その即興演奏に関するその活動の展開としましては、これまたよく知られた名前なんですが、ミクストメディアの即興音楽集団タージマハル旅行団というのを、結成されています。これは69年のことなんですね。でこれはヨーロッパから中近東を経てインドの、まあ、あの美しいあのタージマハルまで演奏旅行を行うという、だから旅行団ということなんですけどもね、ここではですね、まあ、ワールドミュージック的な、集団即興、まあ、これの先駆的な活動ということ を展開された、まあ、そういう意味でもですね、とても、重要な活動であったわけですね。そしてさらにですね、まあ、あのアメリカの有名なマース・カニングハム舞踏団舞踊団マース・カニングハム舞踊団の、専属作曲家に、1977年になられて95年には音楽監督を務められています。まあマース・カニングハム舞踊団、まあ、私も大好きなんですけれど、いつでしたか、そうですね、もうだいぶ前になりますね、東京の中野にある劇場でこのマース・カニングハム舞踊団の公演がありました時に、私もこうチケットを買って見に行ったんですね。でその本番の前、劇場の近くをですね、小杉武久さんが歩いてらっしゃるのを見ました。ぜひご挨拶したいと思ったんですがちょっと気遅れしましてですね遠目に眺めて、あ、これは小杉武久だと思った思いが本当に思い出しますね。とてもユニークで素晴らしい活動を展開されてきた方です。本日は、NHK の電子音楽スタジオで、1969年と1971年に発表され制作されました2つの電子音楽作品をお聴きいただきました。この次回このシリーズなんですが、実は8月は特別番組が入りますのでお休みとなります。次回は9月15日の日曜日で、その回ではですね、やはりこの NHK の電子音楽スタジオの作品から松平頼明さんの作品、吉松隆さんの作品、そして近藤城さんの作品をお聞きいただきたいと思います。本日のご案内は西村明でした。